ヤコリクガメは、爬虫高カメ木リクガメか南米リクガメ属に分類されるカメ。アルゼンチン北部、パラグアイ西部、ボリビア南東部最大高二25センチメートルと南米リクガメ属性小種。廃校はややドーム状に盛り上がる。後部円看板の下縁は、ノコギリ状に尖るが、老齢個体では消失する。廃校の色彩は、灰褐色や高褐色、褐色で、孵化直後から、 ある甲板は単色。甲板の継ぎ目が暗色の個体が多い。液化甲板と素形甲板はやや小型。復興の色彩は高褐色で、設計の暗色版が入る個体もいる。頭部は中型。前肢は頑丈で穴を掘るのに適し、大型鱗で覆われる。尾の先端には針状の大型鱗がある。頭部や四肢、尾の色彩は高褐色。種商業ピーターシーは、 ウィリアム・ K ・ H ・ピーターズへの懸命、詳細な比較検討が行われず記載されたため、C ・ピーター・ C はパンパーリクガメの死の任務と考えられていた。後に行われた調査により、旧チャコリクガメの南北個体群では分布が隔絶されており、生息環境が異なることが判明した。そのため、旧茶コリクガメの南部個体群のみをパンパーリクガメとし、北部個体群を本詞として、 独立種とする説が有力とされる。一方で本種をパンパリクガメの足とする説もある。標高1500メートル以下にある主に温帯化う気候の砂漠や半砂漠、ヤブや低木が点在する平原などに生息する。和名や英名チ茶コはグランチャコに生息することに由来する。地面に浅い穴や深い穴を掘って、巣穴にし、温度の高低乾燥、野焼きなどを防ぐ。 一部個体群は陶器に巣穴で休眠する。植生は植物食で草、果実、多肉植物などを食べる。繁殖形態は乱生。雨季の初めに交尾を行う。オス同士はメスをめぐって頭部や前足などに噛みつき合って争う。雨季の終わりに卵を産むと考えられている。卵から孵化した幼体は翌年か、翌々年の雨季に地表に現れる。食用とされることがある。 開発や野焼き、活畜による生息地の破壊、食用やペット用の乱獲などにより生息数は減少している。アルゼンチンからの輸出は停止しているが、野生個体が密輸されることもあり、摘発例もある。ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されている。1980年代まではアルゼンチン産の野生個体が大量に流通していた。近年は、 アメリカ合衆国やウルグアイ、チェコなどで飼育下繁殖が行われ、飼育下繁殖個体や養殖個体の容体が少数流通する。ありがとうございます。